第28回河内音頭取り全国大会始まりです。はい、改めましてこんばんは、東谷安岡でございます。まだまだですね、未熟ではございますけれども、一生懸命とやらせていただきます。どうぞ踊り子さんによろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。さてもこの場が皆様ちょいと出ました、私よろいほいとてもやうまくも読めないが、河内音頭に追うでく好きで覚えた一節を聞いてください。皆様に聞いたからとって何の荷物やならしょまい歌う。世に連れ渡り奥に自慢は妖怪のいほい北でお祝い。ご飯踊りは中野雅子社中の皆さんです。そうまばやがしに朝間の手に乗り上がって静岡通れば実に歌が富士の白髪焼き朝日で遠くへ流れてのおえぶし伊勢はつでもつつは伊勢であらおは終わり名古屋はあの城で持つ。電話あたり来ました。出雲のどこには出雲名物二本はつやならぬよいほい。山根の海シャモン天は茂の山、桂木城の山よ流れる川の石川の遠く昔に遡りゃ中陣兵という人が自炊をなしたが、山川源の駅は夏の陣柏原国分に富士寺つわものどもの夢のあと河内平野の片隅に生まれ変わしたがる私も今から数えて続いてのご飯踊りは清少河内音頭保存会の皆さんです。河内音頭の一星を白星なもう
勤め山国町の国境に生駒葛城四季城山南はわちそびエントリーナンバー1番柏中学校音頭部さんです。音頭部さんのそのふもと今から数えて百年の明治二十度六年の五月二十五日の嵐の夜女取られた。続いては柏リトルリーグメジャーさんです。ズーム痛めんと10人殺して残す佐藤の続いて柏リトルリーグマイナーさんです。思い出した男はボツなら続いて大人の部エントリーナンバー1番柏中学校音頭部さんです。一席よ永遠一度の盆踊り誰が自慢で歌うのかよのはいはい河内言葉の早口音頭その音でおばあエントリーナンバー2番シルバー人材センターさんです。その人は既読マッタのスマホを抜い踊り場さしてきた時に若いやつらが五六人寄ってたかってお兄さん裏の松山詰め込んで恥ずかしめんとした時にエントリーナンバー3番ボランティアコミュニティはさんです。助けてこれを聞いたとその人は背わかた提灯ぶら下げてこらバカ野郎この一人でグレンエントリーナンバー4番京花会さんです。この子を散らして逃げてあとに残った兄さんが あんたはトラキさん誰やと思ったらお兄さんじゃないかい昔続いてエントリーナンバー5番大阪シティ信用金庫さんです。パッとその場に
きようってしてはならない恋をするがしてはならない。ここで1点訂正をさせていただきます。子供の部エントリーナンバー1番はスターダストさんでございました。大変失礼いたしました。ように包む死ぬは色とよく似合う。ほいほい袖を切ったるその人は記録は太郎の弟運の谷屋子の飛んで今下へ。エントリーナンバー6番宝禅寺グループさんです。表のガレリと開けまして兄貴いるかよ兄よよんでの踊りのその場にお前の嫁さん、ぬいさんと松永一家の虎吉とややこしい噂が立てるがそれを聞いたぶつまたるが青い倒して座り込むそれを眺めた旅の名頃お前が行かなきゃこの俺がと台所へと飛んで行き出羽子町喫茶で真っ白いかんとした時に、はい、待て待て待てちったらまだんかい。エントリーナンバー7番 JA 大阪中川地女子チームさんです。続いてエントリーナンバー8番柏市商工会女性部さんです。遅れよ弟よ相手は松永いたがと言うたがらこの河内でも有名な子供が大勢いるところを飛んで日にいる夏の虫エントリーナンバー9番河内夜会さんです。一時と五日あれからちょうど一年目を変わり舞台が切り切ると回りますればみんなさまよう高山の風が吹くがエントリーナンバー10番八尾駐屯地さんです。そして子供チームのエントリーナンバー1番スターダスト川内さんと訂正させていただきます。続いてエントリーナンバー11番道明寺ひまわり会の皆さんです。関西線の柏原駅より汽車に乗りやってきましたが、その先は水の都の大阪の道頓
ポリニトン一夜を明かしゃ開けりゃ赤く君へ置いて朝の早からやってきましたその先に太めにかかるその看板その頃エントリーナンバー13番蓮の海さん今で言うたら朝日座の百人義理のその芝居皆様方の踊りの江戸の吉原百人斬りの芝居でございましたそれを眺めた二割の兄弟が見てみ兄貴一人で百人殺すのか二人寄ったらどんなことでもできるじゃないかいさあ兄貴見てもたのかいさてもまだあるけれどちょうど受け持ち時間です お聞き苦しいその中もようこそご清聴を賜りましたようこそお通っていただきました不祥日吉が安らかな続いて AD ナンバー15番橋原氏ここに高専会 A チームです下座と飛び降りまして前の膝を八重通り一重に旗絵に熱く御礼申し上げ最後に望んで皆様のご感傷と会えて続いてエントリーナンバー16番橿原市福利厚生会 B チームです川田に幸せを神がけお祈りかて祭りそれでは皆さんこの辺でありがとうございました日吉屋安岡さんでしたありがとうございました青木と申しますどうぞよろしくお願いいたしますエントリーナンバー17番柏原自撮り会さんです天さてはこの場の皆様方よちょっと出ました私は続いてエントリーナンバー18番いちご会さんです流れるけれど昔も長ではそうじゃない大和の国の水集め亀の瀬越えて柏原で来
北に向こうで二股へ一つの流れが流す川が分かれて流れる玉串川がこれも分かれて。エントリーナンバー19番 JA 女性会片下支部仲良し会 A 班の皆さんです。大蛇のように埋めてたらその上へ不幸の深海を行けと寝屋川古川鬼川平野川やら猫間川川地へ矢野の全ての水が淀の流れに注ぎ込む。遠藤際が関係十六年の徳川三代に私に四回はいその頃河内に平野では大雨降ると川あふれ。エントリーナンバー20番 JA 女性会高島支部仲良し会 B 班の皆さんです。含んだ水かぶり土星のままに並んだ。そして番号が出演順が少し変わっていますが、最後にエントリーナンバー12番浴衣温度会さんです。中に名というお方厳重しになったるその年に吉田川が氾濫し四個いこい狂い体験したなれば風に。以上第28回河内音頭取り全国大会エントリーチームすべての演技披露が終了いたしました。ここからは自由踊りということで、市民の皆さん、観覧席の皆さんもご一緒に踊っていただければ結構でございます。水害防ぐにはとてもじゃあいならぬ南北大河を分断し大和川を付け替えて直接海に流そうと緻密な計画立てまして、江戸へ下って勘定奉行命を懸けて直訴する。恐れながらもお奉行様に申し上げます。さあ続々と市民の方も河内の百姓でございます。大和川の流れを那覇島より堺の北の海へ流していただければ水害に苦しむ15万石の百姓が助かるのでございます。何とぞ付け替えをよろしくお願い申し上げます。ようやくお上の耳に入り付け替え見聞あったけどよほほいほい新川筋はたまらない先祖からの土地屋敷
溝に沈めてなるものか。もう反対に温め計画するに途中止となった。天つけかえじしが伸びること、川中状況赤の一歩流れる土砂で川底が見る見るうちに高くなり、天井側へとなりにけり。縄の二重包みが結界し、水の流れが大変か。切れた包みが35箇所、北は平方、南は泉、生駒のへりから大阪支流、川地大阪どころの海に祖父拷問をなさずして、うどし立つ年をしゃなく川は毎年あれを見てみぬ首をしていた村々も他人事ではなくなって、付け替え運動が盛り上がる。円盤悪風の天狗が飛べなくりゃなんとかせずにいられない。川村瑞賢引き連れて大調査を開始する。しかし長らく見なさいよ、付け替えは取るに足らない不作だと値段をしやめて木を植えて、淀の下流を改善すれば元は解決できるはず。3年かかりで大改修、少しは水はけよくなるが、だけど川中の弟子地何も完全されてない。ここでくじけちゃならないと、まあ、ますます素顔に熱入れる。ああ、もはや元禄11年瑞賢さんが最高寺、これで万事大丈夫。翌年江戸へと帰ったが、川地はまたまた大水害、米は取れない。悪水はけず元の木阿弥になりにけり。天あくすい早く引くように、どうぞお助けくださいと町役人に近談判
すると答えに驚いた。付け替え検討するからと一部始終を聞き正す。しかも実施の暁は工事手伝いするように名誉な言葉をかけられて思わずしいらずに嬉しい今16年。ついに叶った川田がえ思い起こせば思い起こせばえ46年。夢にも飛びに行った付け替えか開けて元年2月の半ば堺の海より工事にかかる。工事の施工は姫路藩殿様亡くなったそのために工事一時中止され、岸和田藩や三田藩明石藩が後を受け後期わずかに8ヶ月見事付け替え成し遂げた。これで全てが終わったと翌年帝発仏門に河内平野も穏やかに古い川筋神殿に河内木綿の花が咲く。題して付け替え一代記中陣兵衛の物語にちょうど時間となりました。この後続きはシリーでとところじゃが私の尻出てまへんので、またの会う日を楽しみに。それじゃあ皆さんごきげんよう。はい、どうもありがとうございました。おきに。今ちょうどステージの方は子供の部スターダスト河内さんですね。先ほどは失礼いたしました。頑張ってください。さてはこの場の皆様へちょいと出ます旅行くものよこいよこいよこらせよこいせとてもやうまくは読めないけれど好きで覚えた日浮世に広める。ナムトハキヤの河内音頭の人節後ろの伴奏に生やされまして、一生懸命に努めます。空よSasa no yo ya sasa,
今宵も生きとみます。あの噂は四個恋恋や。愛を漏らす恋せ。だく野鳥は遠いとのをその名を渡るなくかにちゃっとなったの半生に日の日の雨たまろこし男一匹さみかだい恥と喧嘩は江戸の花空行け行け俺も行けいろは48組のまといおつくり数々はあれど中に組のまといの地生きてだって男背中に答えれずにがあだ名となって誰が呼ぶのかのほじつくね三分に入れずに由来の一石をいかがなるやら時間まで色の伴奏に生やされまして一生懸命に歌いましょう空よりとかささよいなささ、それほどまでに言われたら放ってみせこの肌に四個恋恋愛を出す恋せ三人は二階で視野の上香港正義とまだなる狐堀の面その電信を打ち明けて雨の降る日も風の日も白し匠政治の両面が見事に背中に花が咲く空よりとかさよいなささ豊島町を後にしていたさ忘れて二分にの表四個恋恋やほらせの恋せただいま消えていましたと声をかければ頭始めや身内一同で迎えた生のうちから知らせやに今かと待っていたさどやりパーにできたろう早く前が日頃お出入りの上総屋さんもお待ちかねお袋さんも来ているでさんさんがお風呂を出してきて三次の背中に目をつけた頭上総屋さんどなたはんもお待っとうさんでお前三次が着物を脱ぎますで
ことよ。あまりの大人で暗く一度おつばを飲む。背中の中央に揺られば、まず一匹の親狐。左の腕にはおぼろどき、左右の脇には枯れすすぎ。中で蜜蜜の口実めが、戯れ遊ぶその様は、酒を飲むたがび狐の姿。さすが政治は名人じゃ、あなた掘り物をいたけれど、なんと「まるでおでこにつめいるけれど」「残らず親の目が行き届き」「親子の情がありありと言われて三人は思わず涙」「親子の情との言われた」ハラハラハラと流れる涙、なんて隠そうおいらの素性を聞いてください。ふとふと思い、ここにおふくろはいつの親ではご男性よ、こいでいつかおいらは捨て子とかが文化に春の花に「その途端さい銭箱の片隅にお客を見たがる」「ああ赤ん坊の捨て子のあるのに気がついて」「まず早速のご利益と広い家あげて」「我が家に無ぼり調べたら」色の貫禄の椅子八分の観音様、肌に畳と添えてやる着物は幽玄な木の髪、菊の模様が の両親は女子ある人に違いない。腹を痛めて産んだ子捨てるというは抑責の深い訳があればこそ決して無駄な母人を語り聞くのだがね、頬の胸がぐっと責められ責められて、海の親はどんな人を一目
堀人の恩がえずっと投げる長い月日に巡り合うこれを受け聞いてお国の模様を残りました狐に親の愛様一人も人の情けに生きるの姿でくれてもそういうわけでこなすと一部始終の物語親に一目でも会いたい気持ちをもっともらえないそばで聞いたら母を連れわっともその場に泣き伏せる霧の中とは言いながらよくできた親子だね三人死ぬまでその心を必ず必ず忘れない噂が広がる800夜中共にまといがかけてゆくあれが二組の狐よと勇の堀の名を残す入れずに由来の一石もちょうど時間となりましたがお聞き苦しきその中をよくぞご清聴くださいました踊りにくきその中をよくぞ踊っていただきましたこうだながらも不祥音八夜と夢に七重の飛騨の八重より熱く御礼申し上げ最後に臨んで皆様の会えて変わらぬ幸せをいかにこにこご幸福神家お祈り立て祭りぞそれでは皆さんさようなら空よいどこささのよいやささみなさまのおきおきお耳をおけがしましょうすらゆくわたがくしをよろしくご支援とご鞭撻をばおいしうしてねえこんがんこれたてまつるてねえのがやがつづきの二軒目に窓の越しにかけられたまた新しい君
裁縫教師の年として
めてくださいよ奥様へ、ね、清水校長の情けによってね通常が攻撃する。すいません、音頭の途中なんですけども、師匠すみません、ちょっとだけいいですか。はい、ごめんなさい師匠、ごめんなさい。迷子さんがいらっしゃいます。お母さん上がってきてください。2歳のお子さんがいなくなっちゃってお母さん泣いちゃってるんですよ。いやー、その辺にあの女の子、男の子、はい、男の子、お名前は見かけませんか。皆さん申し訳ないです、踊ってる最中ですけど、その近く近辺探してみてください。リントくんいらっしゃいますか。じゃあちょっと名前はお母さんに呼んでもらいますね。大きい声でお願いします。リントリントくん、リントくん、リントくん、洋服は何を服を着ていますか。黄色と紺のチェックの服着てるんですけど。黄色と紺のチェックで、ズボンは。ズボンは普通のあのすいません靴はアンパンマンの靴。靴はアンパンマンの靴を履いています。すいません、近くにいらっしゃるお子さんでアンパンマンの靴を履いている男の子見てください。2歳ぐらいですから80センチぐらいですね、身長ね。あの多分このぐらいしかないと思いますので、ちょっと足元を見てあげてください。リント君を探しています。2歳の男の子です。皆さんすみません、さっきもすぐ出てきましたから大丈夫です、任せてください。リント君を探してあげてください。皆さん左右キョロキョロと見回してもらって、あ、女の子だな、走ってるのは。リント君いらっしゃいますでしょうか。お近くの大人の方、ちょっと様子を見てあげていただきたいと思います。お母さんの声でもう一回呼びかけますね。リント、リント、リント君近くにいませんでしょうか。すいません、周りの大人の方探してあげていただきたいと思います。本部のこちらでお待ちしておりますので。服の色ですか。服は黄色と紺のチェックだそうです。なんかシャツみたいな感じですか。 T シャツ、いや普通のカッターシャツ、カッターシャツ、カッターシャツです。黄色と紺色のカッターシャツを着ていて、ズボンを履いていて、アンパンマンの靴を履いています。リント君を探してください。ご協力よろしくお願いします。じゃあ一旦またお返しします。よろしいですか。皆さんすいません、あの気にしながら踊ってくれはったらありがたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。この努力は実を結び、最北極の足の免除取り、来ました伊勢の町に早速さん。リント君いてはったみたいです。皆さんありがとうございました。お母さん、お母さん、お母さん、ご協力ありがとうございます。あー、ありがとうございました。また、どっから行きまよ、お適当に行きますね。続いて、ね、進んだ次男の政治、僕も中一三に負けない、4人に勉強して10年をかけて、お国のために働く覚悟でございますよ。ほほほいほい、二人の間に音味と死ぬ、ただ後も進んでて、その手をぴったり合わせ、僕も日本男児です。兄様たちに負けないよ。
な偉い働きしたんなれば褒めてげてくださいお父様。誠治、忠雄、そして仁と無事に本当に見つかってよかった。あなた3人いえ4人ともお国のために立派に亡くなられたお父様のようになりたいと言っていますよ。どうかどうかこの子たちの行く末をずっとずっと見守ってやってくださいね。あなた、それから若葉に
風が変わる頃眠るが如く大王女を見さおと誉れの地のように語り継がれた物語水の時間となりました。お聞き苦しいその中をようこそご清聴いただきました。踊りにくいその中をようこそ踊っていただきました。熱く御礼申し上げお後の三つ丸師匠に交代します。お気にありがとう、皆さんどうもありがとうございます。じゃあ行きますので、はい、踊り子さん最後でございます。皆さんどうぞ頑張ってよろしくお願いいたします。はい、さては天座の皆さん天が方へちょいと出ました。私がお聞き通りの悪声で四個声とても上手に読めないけれど子供の頃から河内音頭が大好きで歌い歌いと二親に尻を叩かれ笑い覚えた人うちは皆さん方もご存知の河内音頭は鉄砲武士の人しもいざこれよりも読み上げる。山と河内の国境生駒かつらに資源に以上の残念と声声ひときわ悠然とそびえて高き金剛山の仏像何やら地獄谷昼なお暗き幸福は今日も昔大難攻ここに生まれて700年の赤さん赤ちゃん白の跡空よいのこさ空よいやさ元気さい時に二親に血に分かれたる矢五郎が血肉の妹とただ一人よんこ声声こいやこらせどこいせいやこらにおこする親なを訪ねて裏の浮き丼あたりはばかる深森親な
おやな。トイレに三度呼んだなら湯気の支度の妹やな。くとぶり帰りあありゃのかい極道な酒飲む無心か。お金の無心もない、からと逃げるのをしっかり押さえて兄やごろ。待ってくれ親だ。今日来たの妹よ、嫌な無心じゃん。ないほどにいい。今度は訳あり九州へ、石炭掘りにと行く歩道に公園が別れにななるやもしれん。俺のない後課題の人って一緒に持って仲良く暮らせ。役立たな兄がいるために行くたび縁談潰れたか。さぞやすのかしウフランがいるだろうよ。んこいこい今夜暮らせどっこいせ。嘘で涙が出るものか、泣いてすがっているのば聞いた親なが、なぜ黙ろう。これがこの世の別れなら、なっと泣き伏し兄やい。私は夢に的できなことも一緒に桜目線聞かずに乾きにいておくれと言われりゃおる。千万無料の胸の内泣いて血を吐く。ほとと親顔振り切り走りゆく。兄や兄や死が知らすか胸騒ぎ。森もないぞ雪もないの、これがこの世の身を覚めたもの。別れつらいのも無理はない。兄貴、今妹とも別れてきた。兄貴の責任もこの俺の責任も生きている力、身分に過ぎる立派な責任心を立てたことやし、もうこれでこの世に何にも思い残すことがない。さあ兄貴、ぼつぼつ乗り込もうか。兄貴、わしらの心を察してか雨が降る。
風も吹くでふけふけ嵐死ぬも生きるも地獄の底まで歩き二人連れやで25日の嵐の夜を幸いに浦田中を抱きしめて三条小家寺は無理地下の鞘村は水分の松永源氏の一回まっしぐらうろうたへ逃げる巨大が片っ端から来たけど雲間人から目の真男の松永トラキチ姿が見える。兄貴トラックがいとれんがな、どいてやってやろう兄貴。しばしる眼で探してみたが誰も姿もならぬ、取らないはずだよ。虎吉はちょうどその時京都府の富士は茶どころ茶の名所茶摘み男に雇われてその時河内にいなかった。それとが止めどなくとなる上は二人で地獄の果てまで追いかけてきっと恨みを晴らすぞと山を睨んで男泣き連中に殺して金剛山が地獄谷と逃げ込んだ四条越え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 越の悔しさは肝心の憎い虎吉打ち損ね死ぬに死ねない今の身を一夜あくれば押すのだが日本六十四で渡る明治時代の大事件富田林や長野署や泉大津や堺署や佐野貝塚や大阪南署や署やそれで大陸に届くからなら和歌山の警察や果ては大阪準警番町の憲兵隊まで出土して熊
たるやあごろがとらえんものと毎日日の山狩りに国食なく伝わりな痩せをとろえてこれとかは今は身体極まって過去はすれどもたみやごろ俺は死んでも死にきれんこれから過去身を突き破りにくいとら吉恨みの人たち晴らそうと決死の色を表して警察隊の提灯松明で目つけて男涙がハラハラと「これよりも見なさいよ」「ここの続きはまたもご縁と改めまして」「祭殿から時間時間時間ですよ」とコールいただきまして「まだもこの先読みたいけれどちょうど受け持つお時間です」苦しいその中をようこそご清聴いただきまして熱く御礼申し上げて心で失礼さようなら。はい、皆さんどうもありがとうございました。この後またこのドッカーンと大きな花火、このまあ立派な花火です。どうぞ最後までよろしくお願い申し上げましてお別れでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん一緒に声を合わせてお願いします。